一発クイズ言っときますか。いきましょうか。でね、はい、なんかじゃあ鶴さんの。あ、行きましょうか。はい、はい、パプリカさんからいただきました、はい、ありがとうございます。書くのありますかね。はい、クイズです、はい、土の右には寿司があります、はい、傘の右には赤があります、はい、ではへその右にあるものは何。ほう、土ね。土の右には寿司があります。傘の右には赤があります。ではへその右にあるもの、へそだけね、ひらがななんですよ、はい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 、土はね、あの土曜日の土で、傘はもちろんね、あの刺す傘でね、寿司も漢字ですし、赤は色の赤です。だね、はい、こういう、感じですかね、はい、寿司は寿司。傘の右には赤、へその右は、さあこれはどういうふうに考えたらいいんやろ。はい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 、あら、もうピンときてます。来てます。はぁ、もう書きましたか。いきましょう。では藤本さん、正解の方お願いします。猫です。猫、はい、どういうことですか。これですね、ちょっと問題戻りますけども、はいはい、土の右っていうのは、これはですね、五十音表ですね。はいはいはい、五十音表を書いてもらって、はい、右からあーかーさあ行か行さ行ってバーって書いてもらうと、はい、立ちつ、数の右にあるのは赤さたやから、作業の真ん中の段なんで数になるんですね、うん、で他行のちたちの右にあるのは赤ささしがあります、はい、だから、視覚的に1で右にあると。なるほど、ひらがなに変換して右見たらいいんですね、はい、50音の。じゃあかさやったら赤さたならね、うん、赤さをかさをもう一個ずつ右に入れたら、はい、赤になる。はあ、はあ、で並走で波行の前は赤さたな、な行で、はい、作業の前は赤か行なんで、はい、段を揃えて猫、ね、ということで答え猫になります。はあ、これは正解でしょう、はい、ありがとうございます。ああ、これはすごい。もういりません、正解ですとか。いやー、なるほど、正解なんで。一応まあ正解なら正解、不正解な正しい答えを送ってください。まあでもそうですよね、はい、数の右には数ですもんね。50音で並べてみると、ね、来ました、はい、パプリカさん正解です。ありがとうございます。はい、そうですね、50音表で隣の文字を見ますということでね、はい、ありがとうございます。正解でございましたよ。